皆さんこんにちは、夏星趣味の夏也です。渋谷駅の新南口の方に来てます。俺の会社の近く。今日はですね、もうすぐ秋冬ということで、一足先にアウターを見に行きたいと思います。ということで行こう。今日はランタンというブランドを紹介したいと思います。本日は特別にこちらのショールームでの撮影になります。ランタンセールスの浅野さんです。よろしくお願いします。浅野さんと僕は同い年です。はい、先ほど知りました。先ほど、はい、呂布カルマに似てるって言われてちょっと言われたことあります。ですよね。めっちゃ気になってました、ランタン。あ、本当ですか。はい、もうね、俺白着たいわ。白着たい。うん、着よ着よ。ということで早速いろいろ着させてもらってもいいですか。はい、ぜひお願いします。お願いします。そもそもね、なぜこのランタンというブランドを紹介しようと思ったかと言いますと、グラフペーパーが好きで、まあ、今日も全身グラフペーパーで、この企画ね、知ってる、全部グラフペーパー着てやってんだ俺。え、そうだったんだ。そうで、まあそのグラフペーパーとかドメブラをいろんなお店で見るんですけど、その時にこのランタンさんをたまたま見かけて、ですげえ気になってたんだよね。で、結構調べてみたら、はい、まだ始まって2年ぐらい。そうですね、去年の21年 AW が初めてのアウターを軸としたブランドって感じになるんですか。そうですね。なんかこれは後でね、本編でも触れるんですけど、最大の魅力の一つにこのバッテリー、ね、ヒートデバイスってやつですね。そうですね、まあ、こちらをその商品の内フードのプラグにつないでいただいて、だんだんじんわりじんわり温めていくようなシステムになります。あとなんかね、バッグ持たないで生活できるようにいっぱいポケットみたいなのとかね。裏テーマでバッグを持たないっていうあのランタンをやってまして、普段バッグを持ったりっていうのが嫌いな、まあ、男性だったりっていうのが多いので、僕のために作られたブランドです。いや本当です。本当にタバコと携帯とお財布だけ持てば、はい、いいね。いいね。いいね。ありがとうございます。このここにね、ビジュアルがどでかくセッティングしていただいたんですけど、今回な、すごかっこいいな、これ。一応これが 22AW のルックブックのグラインドマガジンというかっこいい雑誌があって、はい、そこの人がディレクションしております。マジで見た方がいいよグラインド。これ見たいわ、これ。これあ、ルック。うん、ちょっとたっちゃん、俺に読み聞かせして。こちらね、昔々あるところに、これは、あの新色のね。あ、こんな竹のやつもあるんですね。そうそうそう、長いやつもあるんだよね。サロモンに合うな、これ。あ、これサロモンか。うまいよね。次行くよ。おお。やば。何これ。最近悩んでんだよね、そのさ、オーバーサイズ好きだけど、やっぱジャストこういう感じで着た方が大人っぽくてかっこいいんだよな。おお。わあ、いいね。かっこいい、これ。あ、これか。あ、やっぱかっけえこれ。かっこいいよ、これ。これが一発目のビジュアルですね。これがインパクトあったんですね。そうですね。かっこいい。いや、マジですごい。こんなにたくさんアウターがあります。かっこいい。かっこいいわ。かっこいい。マジでかっこいいわ。いやー、マジでかっこいい。どれから着よう。達也がずっとさ、着たいって言ってたやつからさ、そうそうそう、バチッと着ちゃう。このあ、フードジャケット、はい、でかっこいいっすね、はい、アメリカ軍のレベル7タイプ1をモデルにしてる商品で、表地があのポリエステルの一応何年加工を施してる、商品。なんだろう、俺この質感好きですわ、めっちゃ。あ、本当ですか、ありがとうございます。俺らなんかさ、ダウンだと思ってたけど、ダウンじゃないんだよね。ね、そう、ダウンじゃないんですよね、これ。そうですね、中綿ジャケットですね。で、触った感じどんな感じ？うん、なんかね、そ
硬い。ふわふわしないよね。その毛が入ってる感じないよね。そもそもね、ちょっと俺ダウン嫌いなんだよね。中綿飛び出すの。黒い服ばっか着るから、はい、服につくいちゃう。こういうのって飛び出さないですよね。ここにリフレクターもついてるんですよ。車とか光が反射しても光るって、まあ、そういうところの、まあ、機能的なスペックとして、だチャリとかバイクとか原付乗る人にはいいかもね。安全面も考えてる。いいね。シンプルにちょっと光ってるのかっけんだよな。あデザインとして事前にね、ネットで自分の合うサイズ調べてきたんで、多分 L がぴったりだと思うんで、こちらちょっと着させていただきます。はい、マイサイズ。マイサイズは、あ、リブがついてるんですね。そうですね。サイズも大きめの作りになってるので、まあ、L サイズでいいかな。うわぁ、うわぁ、いい感じだね。かっけぇ。アウターだからモコッとして大きくは見えるけど、肩とかは落ちてなくて、あのゆとりのあるサイズ感にはなってるんですけど、まあ、袖のパターンだったり、あの立体的なシルエットっていうところはすごいこだわってまして、ここがランタンの一つの特徴かなと思います。うわぁ、このライン、こういうライン、がさ、かっこいいんだよね。綺麗っていうか、なんか立体的に見えるっていうか、ーフード部分の立ち具合とか、そういうところすごいこだわってる。すごい。めっちゃ横から見るとすごい良くない？襟元の、はい、の雨風をしのぐと、はい、確かにここ高いよ。で、中も見ていただくと、まあ、メッシュポケットだったり、あと多機能のポケットがいくつも、キーストラップもついてて、めっちゃ便利。これバッグいらないっすね。焚き火しても燃えない。そうですね、まあ、ちょっとした火の粉が飛んでも、燃えづらい。あ、やべ、思い出した。昔そうっす、ダウン着ててタバコ吸ってて、はいはい、落ちて穴開いちゃったんですよ。それがこれだと大丈夫です。最高じゃん。うわー、俺こういうのを探してたんですよ、マジで。そしてランタンの最大の特徴、ヒートシステム。これをつなぎで、繋いでいただいて、はい、お、はい、お、すごい。今お持ちの携帯のバッテリーとかで繋いでいただいて、あ、みんなが持ってるやつを繋げてもいいってことなんですね。はい、こちらにスイッチがあって、そちらを長押ししていただく。マジ？ここにさ、スイッチあんだよ。え、マジ？そんなこと言っちゃう？これをね、長押しします。4段階に点滅して、もう一回押していただくと、はい、で超高温で、赤が超高温なんですけど、はいはいはい、まあ、これが、高温になります。オレンジが高温で、また押すと、また押していただくと中温ですね。あと紫で押していただくと青色になって、これは低温ですね。あったかい。もうちょっとマックスにして、マックスにして、マックスにする、マックスにして、マックスにして。暑いわ。暑いんだけど。暑い、暑い。ちょっと赤堀は暑いな、やっぱな。赤堀赤堀は暑かった。うわぁ、すごっ、ハイテクっすね。わぁ、これ本当にあったかいわ。今脱いだらすごい開放感。開放、冬はね、そんぐらいじゃないと困るしね。そうそう、こんぐらいじゃなきゃね、初詣とかね、行けないよね。確かに初詣行けないね。外の長時間深夜って寒いじゃん。寒い。俺今年はこれ着ていきたいんだよね。いいね。初詣、初詣 Vlog ある。あ、ある。赤堀来てる、初詣 Vlog。 赤堀で行くわ。赤堀で行く、赤堀で行く。よし、二つ目に気になったのがね、こちら、このスタンド型のブルゾーン。そうですね、これ全然また質感違いますね。そうですね、コピトンポリエステルナイロンの素材で、アメリカ軍のハッピースーツをベースに、アレンジして作っている商品になります。ハッピースーツ聞いたことあるな。茶色いダウンみたいな。 あれはこう見た感じ結構ボコッとしてて、うん、ちょっと着膨れするっていうか、あ、そうだね、太って見えるっていうか、本当にザ・古着のダウンみたいな感じなんだけど、うん、これはなんかちょっと胴長で、うん、シュッとしててかっこいいんだよね。あ、これなんだ、軽いわ結構。あ、いいわ、あ、いいわ。さっきのフーデッドブルゾンより、まあ、少し体にフィットするサイズ感になっていて、確かに俺の体格だと L ですか。そうですね、 L か XL。 こういう着方も大人だな。フードもインフードになっていて、一応フードを出せる作りになる。いや、あるかないかでかいよ。使う、こういうとこのフード。
くだ。ちょっとむずいかな。あ、あれだ、ちゃんとつばついてるタイプのやつだ。マジ？これじゃあ雨を防げるね。お。めちゃくちゃサイボーグみたいな。あ、サイボーグになってるよ。違う。インフード？うん。でさ、テロテロじゃん、すげえ。ちゃんとしてんね。いや、確かに。中跡詰まってますね。そうですね。こちらも中跡。ちゃんとこう、おいおいおい、やばい、おいおいおい、おいおいおいですよ。そんなんじゃ、ここに入れるんだ。はい、え、どうなってんの、くっつくんですか、ベルクロテープが。すげえ、すごえ、すげえ、え、すごい、インフード史上一番いいかもしれない。あ、本当に。もう人生、これ結構マジで。これがな、ランタンのこだわりだよ。わあ、さすがだ。もう代弁者。代弁者現れ。ジャストでもいいね、全然。ジャストでもいい。もう一個さ、大きいやつ着てみてよ。いや、確かに着てみてもいいですか。レッツゴー。これがね、XL です。はい。よいしょ。あ、でもでかいわ、やっぱ。なんかもう、あ、こうでかい。俺の好きなサイズ感かも。マジ？ああ。あ、これだね。こっちだな。あ、いいね。あ、いいわ、すげえ。いいね。あ、後ろこう、下に下がってるっていうか。で、そう、後ろがちょっと長いんですよね、これ。お尻まであったかいやつか。そうだよ。やっぱさ、ルックミステもそうだけどさ、ランタンでレイヤードを楽しめるよね、きっと。なるほど。確かに、こういうシャツとかをね、後ろからペロリンチョしてもいいし。ありがてえのがさ、ダブルジップになってから下上げられるからさ。ああ、なるほどね。こう A ラインをね。そうそう、 A ライン、綺麗な A ラインが出るんですよね。そうですね。そういうことです。そうですよね。でも俺結構好きなのは、ここ前締めして、ね、あのこの下のドロコード、あ、ドロコード引っ張って、はいはいはい、もっこり刺す。ああの、シャツ全部中入れちゃって。ああ、なるほどね。ドローコードついてる服は、あのドローコードを絞る想定で、はい、服作ってるんだよって、はい、上野新平が言ってて、ああなるほどと思って。あ、かっこいい。あ、かっこいい。あ、かっこいい。足が長く見えるっていうかね。え、かっこよ、この着方。うわ、ちょっと気持ちいい。こっちのブルゾンに揺らいだっす。あ、揺らいだ。あれが本命だったけどさ。あ、教えたくねえ、このブランド。動画上げるのやめる。やめようぜ。動画上げるのやめようか。動画上げるのやめようぜ。手ぐらい本当にいいな。いいな。あ、よかった。続いてはこちらのボアブルゾン、はい、これもかっこいいっすね。そうですね、これも一応アメリカ軍の、あのフリースをモチーフにしてて、プロのナイロンタスラの色と、まあ、ボアで切り替えてるようなブルゾンになります。この切り替えがさ、いいよな。なんか全部ここじゃない、この感じいいよな。確かに。まあこのアイテムの中に、はいはい、まあ、メッシュポケットと多機能ポケットが、まあ、結構ついてて、いろんなものを収納できるような仕様になってますね。で、これもヒートデバイス入れれてっていう。そうですね。全部入れられるんですよね、ヒートデバイス。全部入れられます。はい、すごいね。達也くん、前も言ってたよね。ボアブルゾン結構好きなんだよね、意外とね。好きなんだよ。視聴者さんもさ、似合うって言ってくれるんだよね。あら。ボアブルゾン。あ、ありがとうございます。あ、いいわ。あ、いいね。あ、いいわ、これは。いいですね。あ、いいですね。このナイロンの部分も撥水加工がついてまあ、多少 の、 あの雨が降っても大丈夫。ポケットもいっぱいだぜ、こっち表面も。これ何の、あ、これはですね、はい、ブラックリフレクターって言って、夜道歩いてても、はい、その車の光だったりそういう光を反射して光るんですね。そうですね。安全だよ。安全だよ。これ全部ついてんだよね、ほんでね。全部ついてます。1着目紹介したフードのやつのこの裏にもついてますね。ちゃんと。これサイズ感いいっすね。そうですね。確かに。これ XL か。これ XL だ。XL。こういうのよりなんかさらっと着れるかボア好きなんだよ、ね。ああ、そうだね。あ、みたいな。ちゃんとオリーブもついてるっすね。ほら。大事なんだよな。大事だよ。ビジュが爆発してる。はい、続いてはですね、こちらのインナーダウンいきたいと思います。一応その M51 の、はい、あのジャケットのライナーをモチーフにしてて、はい、まあ、ウェーブキルトの特徴的なアイテムになりますね。
まあ、あとちょっと着丈がだいたい L で80センチぐらいで大きめな作りになっているので新型になるんですけど、あ、はい、新型だこれ、新型です。軽、あ、いいな、あ、かっこいい、これこれかっこいいな、わあ、この後ろいけてんな、いけてんな、あ、めちゃめちゃサイズ感いいね、 L でいいね、これは、うん、大きめですね、これめっちゃ使えますね、ほんと、これラグランになってんの、これラグラン、ほんとだ、やば、まあ例えば今のシャツだったり、まあ中にパーカーを着ていただいてのスタイリングだったりだとか、結構多様的に使えるアイテムかな、開けてきてもいいよね、これこそね、確かに普通に開けてね、着やすいよ、ほんとに、いいな、いいないいな、いいな、ラストに特大の大梅玉行きますか、行っていいですか、あちらにあります、ここにね、ただだんある、いいっすよ、いいっすよ、行っちゃって、はい、雰囲気を感じておりました、こちら、まあ、ランタンの今アイコン的なアイテムのポンチョになります、ポンチョ、ポンチョ、すごい、ポンチョ連呼するだけ、名前をポンチョ、ポンチョ、はい、ガバッと羽織っていただくようなアイテムですね、これ、これだね、いやー、これだよな、ポンチョ、ポンチョ、これもう横から見たら絶対かっこいいやつっすね、そうですね、いっちゃいますか、着られてみますか、いいですか、はい、ぜひ着ちゃうよ、ポンチョ、これを着ていただく形、うわー、どこだ、あ、ここですか、はい、おー、ここにドットボタンで止められるところがあって、あ、なるほど、はい、おもろい笑い方した、あー、かっこいいな、こんな服初めて着たよ、俺、うわ、かっこよ、見て、うわ、かっこいい、ちょっとルクと似てますね、似てますね、横並びでどうぞ、これあの黒バージョンですね、あ、いいですね、もうかっこいい、これは上級者、これ上級者だな、まあ、本当にサイクリングとかもうウォーキングの時に使っていただける、これバッチオシャレですね、そうですね、そうですね、ポケットがここに、はい、中にバッテリーも、あ、ここにバッテリー、はい、入れていただいて、でももうこの1個のポケットだけで全部入れられるよね、あ、もう何でも入るね、iPad なら入るんじゃない、入りそう、全然入りますね、これちょっとフードかぶったらどんな感じになるの、これね、フードかぶったら、あ、でもいいな、あ、でもラインめっちゃ綺麗だわ、後ろね、あ、いいね、いや、でもさ、このポンチョとかさ、着てみないとさ、うん、なんかわかんないね、本当に良さ、あ、わかんないな、これやっぱこうやって見てるとさ、難しいって思うけど、直で着てみるとさ、あ、なんか便利かもってさ、思うよね、うん、思う、ネットでしか見れないんですか、10月の5日から10月の11日まで、三越伊勢丹の新宿の方でポップアップを、開催するので、そこで着てもらおう、みんな着てもらおう、着てみて良さが分かる、すごく、いや、本当に、うん、本当にそう、うん、はい、ということでいろいろ見させてもらったんですけど、この中から1着選んで1つコーデを組みたいと思います、行こう。こちら、ヒーティングフーデッドブルゾンです、はい、やっぱりいい、素晴らしい、これマジで素晴らしいな、はい、ありがとうございます、今日全部本当かっこよかったんですけど、これがなんだかんだ一番使うかなと思って、うん、これ似合ってますか、めちゃめちゃ似合ってます、ありがとうございます、実際着てみたいんで、
さっきもね、教えてもらったんですけど、ポップアップが伊勢丹であるんで、10月の5日から10月の11日まで、新宿の三越伊勢丹さんでポップアップのイベントがあるので、ぜひ来ていただけると幸いです。この動画を見たのがこのアップされた1年後とかだとね、ポップアップ行けないんで、どんなお店で展開されるか、都内ですと渋谷にある、シルバー&ゴールドさんだったり、あとはセレクトショップのビームスさんとかで取り扱いがあるので、はい、ぜひそちらも行ってみてください。でウェブもね、この動画が上がった次の日から2シーズン目がオープンですね。そうですね、10月の1日からランタンのEC サイトから、販売開始になるので、ぜひそちらもチェックしていただけると、はい、これなんかタツボッチ見たって、ポップアップで言ったら何かくれるとかやります？俺が行くわ。あタツボッチ見たって俺行くわ。カウントしてもらっていいですか？タツボッチ見たって人何人来たか。あ、了解です。2人がにこやかな笑顔を送ってくれると思いますので、はい、ということで皆さんもぜひポップアップ来てみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。これ着て帰るか。うん、絶対汗かくだろうな。ランチタイム。バイミースタンド。スタンドバイミー。はい、すごい。それ。これがね、僕の頼んだアップルチークスです。豚肉とリンゴとチーズ。うまそすぎる。結構ずっしりで、チーズが売りなんで、チーズも楽しみながら、どうぞ。うん、アイドル、アイドル、アイドルっすわ。アイドルっすな。うまいな。うまいよね。お疲れ様です。お疲れ様でした。サンドイッチうまくない？サンドイッチうまかったな。店員さんが可愛かった。そうなの。一発目でこんないいアウター見つけられたから、うん、私多分もうアウター買わないかな。あ、もういらない。いらない。あ、入ってみてください。じゃあ本日の締めお願いします。はい、今年のアウターはランタン。